野崎で、もう30年ぐらい店やってるんですけども、マコと言います。うちは和食のお店なので、ほとんど和食のことは網羅できるんですけども、特に若い人に今ね、お魚を食べてほしいなと思ってます。よろしくお願いします。